ありがとうございました。初恋でした。さあ、バレンタインということですけれども、来週は皆さん、どなたと過ごされますか？バレンタインって当日でもないかもしれませんね。平日になりますよね。女性の方はチョコレートなんかを準備していたりしますか？どうですか？もらう準備の方は男性陣はもうできてるんですよね、きっとね。でも、女性からだけでもなくね、お互いのメッセージを伝え合うのもいいんじゃないかなと思います。昔、バレンタインは、自分の好きな人に名前を書いて、ある人に出すと、その人と結婚したいという意思を伝える日でもあったそうです。今日は、カッティングアウトののんべえさんが知るいろんな作品をまた持ってきてくれていますけれども、どうぞ、うちで言いにくいわっていう人も、メッセージを何か書いて、はがきで誰かに送ったり、そんな日になっても嬉しいんじゃないかなと思います。さあ、次の曲なんですけれども、会いたくてお送りします。私はあなたに会いたくて、会いたくて生まれてきたのよという歌です。きっと皆さんの大切な人も、隣にいる方も、今この瞬間、私どもとあなたがお会いできたのも、奇跡のような気がします。それでは会いたくて聞いてください。Thank you.